2020年西サハラでの衝突は、軽装地である西サハラにおいて、モロッコとアルジェリアが支援するサハラアラブ民主共和国の武装組織ポリサリオ戦線との軍事衝突。ゲルゲラとでのモロッコの軍事介入とも呼ばれる。ゲルゲラとは、西サハラの南西端で、モロッコの実行支配地の南端に当たっており、モロッコにとっては、ゲルゲラとは、 モーリタニアへの輸出の拠点としての重要性を持っていた。しかし、モロッコの実効支配地域、ゲルゲラトとモーリタニアとの間には、サハラアラブ民主共和国の実効支配地が挟まっている。このため、ポリサリオ戦線にとっては、ゲルゲラトの南側の実効支配地は、モロッコ実効支配地とモーリタニアと分離し、モロッコに圧力をかけることができる。 唯一の場所であるという重要性を持っていた。2020年11月13日、モロッコ政府は、自国の実効支配地域、ゲルゲラトとモーリタニア間の交通が、ポリサリオ戦線によって妨害されていることを理由に、民間、商業目的の自由な交通循環を取り戻すと、宣言、ゲルゲラト南高のサハラアラブ民主共和国主配置の、道路に軍を侵攻させた。 ポリザリオ戦線は、直ちにこれに反撃、西サハラで30年間続いた、停戦の終了を宣言した。11月13日、モロッコ軍がゲルゲラ島を通過する道路の支配権を掌握するために、軍事行動を開始した。11月14日、サハラアラブ民主共和国は、モロッコと戦争状態であると宣言した。モロッコの公正発展党は、 軍事行動中のモロッコ軍への支持を表明した。国際連合、アントニオグテーレス国連事務総長は、衝突に対する深刻な懸念を表明した。バーレーン、ヨルダン、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦は、モロッコの行動に対する支持を表明した。モーリタニア、ロシア、スペインは、双方の停戦違反行為を非難し、自制を求めた。 ありがとうございます。